い、こんにちは。エクササイズウェンズデーへようこそ。毎週水曜日はダイエッターに向けて、これから脂肪を落としたい方、筋肉つけながら引き締めたい方に向けたエクササイズ系ダイエット系動画を撮っていきたいと思います。で、今日の種目は10種目、腹筋系もそう、有酸素系、スクワット系、背筋系、まんべんなく入ってますから、かっこいい体を作りたい方、腹筋ね、シックスパックにしたい方、ぜひ一緒にやってください。すべて30秒タイムがここについてますから、はい、で、初心者さんでもできる内容になってます。ぜひ一緒に頑張りましょう。最初は腕立て系です。で、腕立ても少し脂肪を燃焼するように動きをつけていきましょう。しっかり曲げて、横に動いて曲げてと、30秒頑張って。次はスクワット系いきましょう。次スクワット系です。しっかりお尻を使って横に動いて、これも30秒頑張って。OK。 はい、次は体幹系で、しっかり肘と膝が近づくようにお腹ギュッと引き締めて、腹斜筋まで鍛えられますから、これで30秒頑張って。はい、OK。 まだまだね、頑張って。じゃ次は有酸素系です。できるだけ足を高く上げて、はい、ニートアップいきましょう。次はね、背筋系、まだ背筋使ってないんで元気だと思いますから、うつ伏せに寝ていただいて、少しこう腰を反らせながら肩甲骨も一緒に寄せましょう。こうすることで腰と背中引き締まります。これを30秒頑張って。OK。 もうちょっとね、頑張って、はい、
次は体幹系です。あと2つなんでね、もうちょっとプランク姿勢とっていただいて、曲げて伸ばして開く、曲げて伸ばして開くを30秒いきましょう。はい、いよいよね、あと1個頑張って、よし、最後腹筋だけ頑張りましょう。できるだけ体ストレッチさせたとこから腰を丸めて、お腹にギュッと力入れてください。で伸びて丸めて、呼吸止めないでくださいね。これを30秒頑張って、はい、OK です。お疲れ様でした。一緒にね、やってくださった方ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。エクササイズウェンズデー、いかがだったでしょうか。今日みたいなね、エクササイズ系、脂肪燃焼効果もかなり高いですし、実際にこれやってくださった方分かると思うんですけど、かなりきついです。僕自身も普段ウエイトトレーニングかなりハードにやってますけども、こういったものっていざやってみるとかなりきついのを体感しますし、実際にこれで体重どんどんね絞れてきますから、食べ過ぎちゃった人かね、こうもうちょっと短期的に絞りたい時なんか、ぜひこれを入れてください。もちろんね、トレーニングやった上でこういったもの入れていくとさらにいいですから、僕はねこの後ウエイトトレーニングやりますんで、はい、皆さんもぜひね、エクササイズ系ダイエットしたい方、頑張りたい方ね、一緒にこれからもねやっていきましょう。毎週水曜日、こういったエクササイズ系動画の方配信していきます。今日みたいな動画がいいねと思ったら高評価の方お願いいたします。あとね、チャンネル登録の方もぜひお願いいたします。今日ぐらいの強度だったら2日に1回をね目安に行ってみてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。